あ、兄貴ですか。明けおめ。あ、明けおめ、今年もよろしくお願いします。よろしく。なんか兄さん、僕ね、くるちゃんと付き合って3ヶ月経ってもうアイテムも飛ばないし、もうアンチだらけで、もうどうやらダメみたいです。大丈夫、俺がいるから。あ、組長がいるから大丈夫ですか。俺がいるから大丈夫。もうダメみたいですよ、僕は。だから俺がいるから。だから僕みたいなやつと仲良くせずに、これからがある人と仲良くした方が近藤組長のためにもなるし。俺なんか罰金30万即納付してきたぞ。おお、今も2万5000円っすからね、組長。ん？2万5000円、ファンタスティックで2万5000円課金。2万5000円じゃない、250円だよ。ああ、250円ですか。250円。で、組長は5月の格闘技のイベントまでに復帰できるんですか。それは運営次第だ。だからもう皆さん本当に、俺も問い合わせしてるんだけど。嘘つくんじゃねえよ。してますよ。それじゃあ LINE で送りますよ。いいよ、そんなことしなくて。とりあえず運営さんからの返信を LINE しますよ。01。はい。うん、なんでお前そんなさ、母親をね、なんか殺すとかなんとか言ってんの、お前。いや、2歳で生き別れして、うん、小さい頃は親父の妹の、2人の妹の家を転々として、うん、正直、うん、母親を恨んでたし。だけどそのママがいなかったらお前にもいないんだ今。そうなんですよな。それで今気づいて、やっぱり産んでくれてありがとうの一言を言いたくて、うん、お母さんに会いたいなと思って。お母さんどこにいるかわからない。だから僕の本籍が名古屋だから、うん、名古屋の区役所に行って、うん、したら調べれるらしいんですよ、うん、だから名古屋に来たんですけど。あ、名古屋にいるの今。今名古屋に帰ってきました。マジで。はい。家に帰ってきちゃって言えないじゃん。どこに家に帰ってきちゃって。はい。家引き払ったんじゃないの。家引き払ったんで、うん、で泊まるとこもないんですけど。じゃあ01、いい考えがある。はい。うん、柏公園。柏ですか。うん、01の柏に来たら、はい、ずっといていいよ。まあ、くるちゃんの家があるもんで。くるちゃんとはどういう感じで付き合ってんの。付き合ってしくんない。ちょっとくるちゃんとは今付き合ってるんですけど。付き合ってんの。じゃあ返すアイテム。はい、アイテム返して。アイテムですか。付き合ってんのお前、舐めてんのお前なあ。 あ、AF ちゃんと別れたんすね。こっちはお前別れたんだよお前。はい、すいません。付き合ってんのまだ。はい。あ、じゃあアイテム返して。じゃあ今度返します。復活したらファンタスティック投げますよ。アイテム返せ早く。はい、詐欺してこらん。いや、詐欺はしてないんですけど。いや、お前詐欺、前さ、ねえ、なんかさ、ひどいこと言ってるよね。配信引退しますとかさ、ねえ。もう引退したんですけど、やっぱ心、悔いがあって復活したんです。リスナーさんを騙し続けてると、いつか痛いしっぺ返しが来るぞ。いや、騙してるつもりなくても、まあ今現状がこういうことです。あのね、リスナーさんってのはちゃんと見てるから。まあそうですね。うん、01の人間性を見てるから。まあ、僕はもうほんと適当でクズですよ。いや、だから、だからもう組長も僕なんかと仲良くしなくてもらってもいいですし、僕は落ちていく一方なんで、これから。そういう風に演じてるわけだろ。そういう演じてなくて、もう事実なんですよ。日に日にね、僕はくるちゃんと付き合う前イベント1位ぐらいの実力あったんですけど、もう日に日にイベントももうダメだし。そのさ、俺01さんに聞きたいんだけど、うまいよね。そのなんか、そのなんか悲壮感が出てるよね、すごいね。いや、本当に僕落ち込んでるんですよ。すごい悲壮感だ。そのうまいよね。違うんですよ、僕は、うん、
彼女ありきじゃ結果残せないんだなって思っても、彼女いなかったら結果残してきたんですけど、彼女いると応援されない配信者なんです。ゼロワンさんはね、まあ、ゼロワンさんね、あいつさんつけるけど、今何がしたいの？はい、今何がしたいの？今は正直苦しいですね、配信やるのが。生活、なんでイベントに出てるか教えてじゃ理由を。生活するためです。そうでしょ。はい、生きていくするでしょ。はい、はい。だったらリスナーを騙すようなこと言っちゃダメだよ。はい、リスナーを騙すようなこと言っちゃダメ。はいね、はい。リスナーのゼロワンさんの手法はなんかちょっとなんていうの、ね、悲壮感を出しながらね、いや同情を得て、同情芸はしてないです、正直。お前みたいなポンチュに言われたくないわ。うるせえよお前。いや気づいてない。はいはいって聞いてたけど、お前みたいなポンチュに言われる筋合いはないね。いやポンチュかポンチュじゃないかじゃなくて、ポンチュかポンチュじゃないかは札幌池ちゃんに確認取ったんだよ俺は。一回落ち着こう。じゃあうるせえよお前、この野郎。さっきから一回落ち着けよ。なあおい詐欺師、お前が詐欺、お前ポンチュだろうが。いや昆虫だっつってももっと昆虫だから。いや、現ポンチュで札幌、北海道に行った時にお前は買おうとしてる、その事実があるんだよ。じゃねえんだよ今俺やってんのは。もっとまっすぐリスナーと向き合ってね、ゼロワンという人間を認めてもらえばもっともっとねお前伸びていくんだよ。はい、所詮は斉藤さんから来たんだろう。まあ斉藤さんはやってましたけど、うん、あれは配信アプリではないので、うん、はい、放送はまあツイキャス3ヶ月やってまあふわっちに来ました。うん、なんか歩く歩く詐欺とか言われてるじゃん。歩く歩く詐欺とかさ、歩く歩く詐欺じゃなくて引退します詐欺とかさ、もう最終的にじゃあ角氏みたいになっちゃうぞ。はい、あのね、リスナーを騙し続けてると最終的には誰もね来なくなっちゃうよ。俺はゼロワンに頑張ってほしいから。はい、だからまあ新年明けましておめでとうの意味で、はい、相手投げたけど、ね、ゼロワンがね俺のことはね好きだ好きだって言ってくれるから。俺は兄貴だと思ってます。それはあれだろ、社交辞令で言ってんだろ。一緒にいて楽しいからですよ。それははっきり言います。一緒にいて一緒に酒飲んで、うん、組長がゼロワンハウスに来た時に心霊配信で、うん、あのカエルに向かって、うん、あの飛べホープとかね、うん、僕は本当に面白かったし。だけどね、面白いとかじゃ好きだって言ってくれるじゃん。組長は面白いですよ。いや言ってくれるんだけど、はい、ゼロワンはゼロワンがね、なんかゼロワンの放送見てると言ってることが全部なんか中途半端で、中途半端じゃなくて適当に言ってんじゃねえかな。 AF との絡みもそうだし、適当にお互いカップル配信だし、カップル配信だし、やっぱり盛り上げるためにやった結果がバンということだし、僕は盛り上げることよりも平和に今やってるから、まあ守りだよね、うん、組長は攻めの配信をやり続けた、うん、そこは僕は配信者目線で分かってるよ。その結果今配信できてないからな。うん、でもそれは攻めた結果だから、うん、攻めて配信者として攻めた結果だから、僕はそれは自分よりもそれはもう称えるつか、うん、すごいことだと思う。いやだからちょっと振り出しに戻るけど、今名古屋にいるんでしょ。名古屋にいるよ。ねえ今日何名古屋何やりたい。だから本籍が名古屋にあるから、うん、名古屋の区役所行ってお母さん探すんだよ。
で明日は感動のフィナーレ、お母さんに会ってハグをして、うん、なんでオチまで言わなきゃいけないの。お母さんに会えるの。俺会えるよ、俺行くから。どこだろうと、ね、車乗って行くんだ明日。で最後お母さんとハグするの。まあハグするか、うん、まあ込み上げてくる気持ちはその時になってみないと分かんない。どうなるかは分かんないよ。お母さんに対して今酒飲んでる。今は飲んでないよ。ゼロワンのお母さんに対してちょっと恨みがあるんじゃない。恨みもなく今感謝しかないから会おうかなと思ってるの。ありがとう言いたくて。あ、そうなの。そうだよ、うん、もうそんなのは30過ぎてもない。うん、うん、だからお母さんが死ぬまでにありがとうって言いたくて。ただそれだけだ。何も責めないよ。俺を捨てたとかも言わないし、何も責めないよお母さんには。うん、うん、ただそれありがとうって言いたいだけ。その前にね、ちゃんとリスナーさんに素直にね、本当に今までどうもすいませんでしたと、ね、僕はあなた方を騙してましたと、ね、これからまっすぐに生きていけますと、ね、心からちゃんと謝罪するべきだと思うよ。じゃあそれはさせてもらいます。じゃあ、はい、だってお前詐欺なんか配信見てるとさ、言ってることが中途半端だし、なんか言ってることがチャラいんだよね。それはゲイですからね、僕の。カエルの子はカエル。例えばね、組長は分かると思うよ、うん、常識的な放送してたら誰も見ないよ。常識を覆すから組長の放送も面白いんだよ。常識的であればね、F ちゃんに酒飲んだ酒を吹きかけないよ。でもそれをやるでしょ組長は。だから僕も常識にとらわれた放送はしたくないんだよ。それはわかるでしょ。だから組長が言ってるのは、自分は常識的な放送をしてないくせに人に対しては常識を押し付けてくる。今それをしてるんだよ。いや、あのね、ゼロ君のなんかその言い分なんかもうヘリクスなんだよ。ヘリクスじゃないんだって。お前は曲がったことをしてる。男だったら女を守らなきゃいけない、女を殴っちゃいけない、女を悲しましちゃいけない、そこが筋なんだよ。でもお前は筋の通ってないことをしておきながら俺には筋を通せと言ってるんだよ。わかる。俺はちゃんと謝ってやる。リスナーに。だから俺も今から謝るよ。俺は謝ってる。復活するときは謝罪して、うん、引退したけど。だから引退したけど、いや一回感情消せや。じゃあ、はい、一回感情消してみろ。アカウントは引退するって言うんだったら一回アカウント消して一からリセットしてみればいいじゃん。やってみろよ。アカウントは消せない。なんでかっていうと、うん、ね、うん、税金から逃れるとかそういうことはしたくない。俺は税金はちゃんと払うから。うん、うん、アカウント消したら、うん、ね、税金をね逃れるとかそういうふうに思われるのが嫌だ。うん、うん、俺はコロコロアカウントは変えない。税金も払う。そこまっすぐでしょ、うん、兄さん。え、税金払ってんの。税金は払ってる。どうなんじゃ、それ、証明してよ。証明はまあ今年はクルちゃんと一緒に払うってことになってるし、うん、もうやばい。俺はもう借金つうか、もうどうしたらわかんないよ。もう200万ぐらい来るんじゃない今年は。昨年度じゃいくらいくら目指したの。はい、いくら稼いだの昨年度。だ去年は全然稼いでないけど、今年は結構稼いでるから200万ぐらい来るんじゃない。今年はってか去年の分ね。去年は仕事しながらやってて埋もれてたから稼いでないんだよ。月10万とか。俺が今年4月仕事辞めてから芽が出た配信者なんだよ。今年は去年だろ。去年の話。去年はもう芽が出てないの。ふわっち辞め、ふわっち去年の5月に始めたから最近なんだよ。去年じゃない、一昨年だよ。うん、一昨年の5月に始めたから。ねえ、お前納税したって言ったよな。納税してるんだよ。じゃあどうやって。お前納税してないやつが俺に納税を責めてくるんじゃねえよ。お前歯抜けが入れ歯じじいがてめえこの野郎。だから喧嘩売ってんのかてめえこの野郎。証明してみろ。証明はいつでもできるけど、してもいいよ別に。ねえ、俺は罰金を責めたことも証明できるよ。全部
税金払ってないだろ入れ歯じじい。税金は俺は今年度から発生するんだよ。今年度からじゃなくて放送始めた年から発生するんだよバカ。ねね、今年度からって放送始めて3年で通知が来るとかいうことじゃないんだよ。お前はもう発生してるんだよバカか。てめえこの野郎舐めてんのかお前。やれやんのやんのかお前ポンチュー。ポンチュー去年度の昨年度の収入が今年度に来るんだよ。そんなもんは分かってるよ。酒飲んでんじゃねえかよ。飲んでないよ。見てんじゃねえよ FC2 配信者が。アダルトでアダルトで AF とやっとけよ。小銭稼いとけよソチンが。ねチンコもチンコも立たないんだお前。チンコも立たないんだろ近藤は。チンコも立たないんだろ。チンコ立たない。 AF が舐めてもチンコってそれは捨てられるんじゃない。いや AF が舐めてもってか舐めさせたことないけどね。舐めても立たないんだろ。あの顔で立つわけね。インポがあの顔で立つわけね。お前インポでインポで立たないんだから、うん、そりゃあ、うん、シャブしかないお前は。シャブでしか快楽を求めれないお前は。インポだからセックスで快楽を求めれないんだよお前は。インポだからインポなんだよお前は。インポなのインポだから楽しみがないんだよお前なあ。でお前自分が好き自分が好きだった相手をあんな女で立たないとかふざけてんてめえこの野郎やる。 AF 舐めてんの。俺だったら AF を幸せにできるけどお前はできなかった。お前は自分の配信を優先炎上を優先して AF を不幸にしたんだお前は。俺はくるみを守るためにくるみを道具に使わずにやってるんだよ。くるみを道具に使わずに俺はやってもがいてるんだって。お前とかパルパルは女を道具にやってんだろやる。自分の配信の閲覧とか肥やしにしてるんだってめえの女は。女は道具じゃねえ守るもんなんだよ。ああじゃねえんだよ。まあ当たり前だろうが閲覧の肥やしじゃねえぞ道具じゃないぞ守るんだよ。守ってるだろ炎上もせずに得意の女芸も封印して俺は愛を守ってる包み込んでるんだよ。お前にできないだそれが。どうせ彼女作ったら閲覧に使おうと思うけど俺は違うんだよ。俺はくるみと喧嘩してそんな閲覧はいらない。配信しててもつまらない平和な枠やってるんだよ。わかるか。その愛が愛の力がお前には力がないんだよ。話はそらしてないよ。 AF が01最高って言ってるじゃん。ゼロワンが最高って言ってるじゃん。 AF がコメントしてるじゃん。それが全てじゃないの。負けてるよお前。俺に負けてるよ。 AF がね捨てられたね組長の面倒見れないって捨てられてね捨てられてね AF が最高って言ってるじゃん。俺は愛があるよ。女は道具じゃない配信の道具。俺は気づいた。ブーちゃんの時は道具だと思って利用してたけど俺はそれじゃダメだと思ってもう俺は女を道具に配信するのはやめたの。今言ってることは全部三沢さんさんでこの人何この女はね守るもんだとか言ってるけどそんなことこの人思ってませんから。俺女道具にしてないよ。思ってませんから。家で放送したら閲覧伸びるけどくるみ使わずにやってるんだって。一人で大冒険してるんだって。引退してみろってお前論点ずらすな。論点じゃない。じゃあ AF がね AF が01最高ってコメントしてるのは何でだと思う。知らねえよ。知らなくないんだよ。俺がちゃんと愛を語ってるから。お前はお前みたいなおすすめ規制の枠でおすすめ規制の枠で閲覧200で長時間付き合わされてる AF の気持ちを考えたことがあるの。お前はお前のおすすめ規制の枠で閲覧200の枠で酒を吹きかけられてね付き合わされてる AF の気持ちを考えたことがあるの。ないだろ。 AF の気持ち考えろお前。 AF の味方
それ AF の味方するに決まってんだろうが。バカな男だね、お前も。お前がしっちゃかめっちゃか振り回してね、捨てて悪口向けてね、お前 AF にヘイト向けれると思うなよ、てめえこの野郎。女を舐めてんのか。女を敬えよ。お前女から生まれたんだろ、母ちゃんから。女なんか殴ってもいい道具じゃねえぞ、この野郎。自分の母親じゃなくて、自分のことを愛してくれたのは母親じゃなくて AF も愛してくれたんだよ。愛してくれたんだよ。だからお前に酒かけられても殴られてもシャブ一緒にやろうって言っても決めすぎやってくれたんだろ。だったら守れよ。お前いくつだよ。いい歳なんだから AF を守ればいいじゃん。守れないんだろ。お前が愛を語るな。一丁前に俺に指摘をするな。お前ごときが何が近藤組長だよ、バカ野郎。魂の道なんてお前に通ってないんだよ。魂の道なんてお前に通ってない。お前は魂がおかしいんだよ。とりあえずお前は引退したいんだね。俺は引退して復活したんだよ、わかるか。前年度、去年をもって復活、引退して1月4日ね、コンビニのアルバイト、それを起きれなくて電話したらクビになって、1月5日に復活してリスナーさんに引退したけど、やっぱ俺には配信しかないって説明して復活を遂げたんだよ。だからお前の引退したらアカウント消すとかいうバリューセットを俺に押し付けてくんなよ、お前。バカか、お前。子供じゃねえんだから、そんなルールはないんだよ、お前。マクドナルド行ってこい、お前は。わかる？そんなのはお前の中のセットであって、俺の別に引退はわかんない。アカウント消すまで入ってない。とりあえず AF が公平最高と俺の下の名前をね覚えて最高って言ってるから、 AF は俺が可愛がるから。お前嫉妬に狂っとけ。うるせえよ、お前。 AF は俺のもんだから。お前みたいにジサティン、家に AF がジサティン入れたらね、指をカミカミしてね、嫉妬するような男なんだろ、お前は。いや、嫉妬してないよ。嫉妬するだろ。逆に、呆れられてる。お前が、ね、お前が AF の同棲しててどっか行って寝るときに朝まで電話つないでくれてたのは誰？じゃあ知らない。 AF だろ。お前が薬飲んでね、それで電話して暴言吐いた後なだめて朝まで電話つないでくれてたのは誰？いや、だから、じゃあそれ言うんだったら、じゃあお前のこと思い出してるのは誰なの？寝かしつけてくれたのは誰？ね、なんでお前は自分よがりで愛を優先しないの？愛を優先しないの？なんで、ね、AF がお前と付き合って後悔してるの？どうでもいいんじゃなくて、お前を信じてついてきた AF の気持ちを考えろっつってんだよ。お前を信じてお前についていこうとついていこうとしたバカだから、だからお前が利用したんだろ。 AF を利用したんだろ。 AF を利用したんだろ。バカな女を利用したんだろ。バカだからついてきちゃったんだろ。だから AF の気持ちは何なの？女の気持ちをもてあそぶ。だからもう人間じゃねえじゃない、女の気持ちを、女の気持ちをもてあそぶな。閲覧の道具にするな、バカが。てめえこの野郎、お前、まっすぐ行きたいんだろ。まっすぐ行きたいんだろ。まっすぐ生きてきたいんだったら、まっすぐ生きてきたいんだったら、一度付き合ったら幸せにするよ。幸せにするんだよ。お前はまっすぐじゃない。お前は曲がってるんだよ。弱いんだよ。弱いから薬に逃げるし、
弱いから薬に逃げるし、女も守れないの。俺は守るから。見とけよ。よっさんが去年年内に別れると言ったんだよ。俺別れてない。もう4ヶ月目に入ってる。4ヶ月付き合ってるし、ねえ、俺女好きだったし、女好きでオフパコ三昧、女好きでオフパコの三昧の日々から一人の女を愛してる。それは今リスナーさんにちゃんともう一度話すよ。それはああお前またチックス発動かこれ。組長が教えてくれたからチックス発動するぞ。お前人の病気をガタガタ言うなよバカてめえこの野郎。チックスじゃなくてお前人の病気を言うのか。お前は配信始めてね、辛いじゃん。苦しい時あるよ。かそったりネタがなかったり辛いこと、女のこともそうだけど、お前は薬に逃げた。俺は立ち向かってるから首に症状が出てるんだよ。首の症状を言うんじゃない。これは俺の配信頑張ってきた勲章なんだよ。